皆さんこんにちは、ダノシです。今時間見てください。2月2日の、もうあと20秒くらいで、2月3日になろうとしております。2月3日はですね、あれがおかしくなるらしいです。2月3日といえばね、節分ですよね。ということで、節分と言ったら鬼ですよね。鬼と言ったら鬼オンラインということでね、鬼オンラインがね、おかしくなっているということで、私も今おかしくなってるんですけどもね、12時まで待っていきましょう。あと5秒くらいかな。よし2、1。よし、それではですね、青鬼オンラインの表を開いていきましょうか。さあ、青鬼オンラインもちょっとおかしくなってるらしいんで、どんな感じなんでしょうか。ちょっとやっていきましょうか。節分イベントらしいですね。よし、それではやっていきましょうか。OK。お、節分イベント来た。1。節分の日限定で節分イベントを開催してきた。チャレンジはゲームの宝箱から、方位磁石スキンが習得できるぞ。お、スキンがあるんだ、こういう。おー、一方に入ってますね。百様マップには、方の方角にはたくさんの〇〇が愛されるぞ。何なんでしょうか、気になるね。で、お、節分イベント2。節分じゃんけんっていうのがあるんだ。で、節分ランっていうのもあるんだ。すげえ。節分じゃんけんは節分ランが期間限定で開催できてありがとうございます。はい。よし、こんな感じですね。ありがとうございます。よし、じゃあログインボーナスの方を受け取っていきましょうか。お、また、お、エンジェルタクロをゲットいたしました。よっしゃ、青鬼からの祝福ということでありがとうございます。お、2000円に入れたね。よし、ログボを受け取って。よし、これも受け取っていきましょうか。オッケーオッケー。で、お、すごい。節分特別ログインキャンペーンということで、青鬼3000枚激安ですね。ではですね、これちょっと待ってね、青鬼図鑑見ていきましょう。これ一番下見てください、ほら。このいろんな鬼いるじゃないですか。その下を見てください、この、ここにね、ミカとタクロンみたいな鬼いますよね、人影ね。なので、こちらちょっと会っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まあ今のところそういうのないっぽいですね。待ってね。タクロウがスキンチェンジできるっぽいね。これちょっとスキンチェンジしていきましょうか。来い。おー、来た。大電子タクロウ、かっこいいね。太陽の運行というで、じゃあ、この、ねえ、タクロウを使っていきましょうか。はい、じゃあ適当にこっちね、宝箱開けて、ランの方もやっていきたいですね。で、これをまた今度やっていきたいと思います。お、節分に懐かしいな。なるほどね。じゃあ、ここを持って人にポンポンということで、青地球ゲットありがとうございます。じゃあですね、100人サバイバルの方をやってですね、あのシルエットを埋めていきましょう。あ、やばいやべ。あ、青鬼に変身か。まあいいや。まあいいや、ちょっとまあいいでしょう。ちょっと、青鬼に変身ボタン押してみます。これどうなんでしょうか。青鬼に感染することできるんでしょうかね。はい。最初のプレイがちょっと青鬼なんですけども。お、すげえ、豆巻きたけしになりました。この豆巻きたけしは確か去年くらいの青鬼だったっけな、うん。だった気がします。はい。でですね、青鬼オンライン、その知らない方のために言わせていただきますですね。青鬼オンラインのほぼ毎年、ほぼ毎年と言っていいほど毎年ですね、2月3日にはね、異変が起こるんですよ。うん。青鬼オンラインね、ちょっと2月3日と4月1日だけ異変を起こりましてですね。4月1日の方は、ネタバレの方をさせていただきますと、エイプリルフールということで、こう、全部変わるんですよね。青鬼のスキンとかも、マップとかも全部変わる、音楽もね。なんですけども、この節分、ね、2月3日の節分の方はですね、これ変わります。何が変わるかっていうと、こう、逆になんのよ。いつもは、こう、私たちが、あの、人間になって、それで逆になるじゃないですか。わかります？こう、逆なんですよね。青鬼とヒロシとかが逆なるってわけですよ。なのでですね、そちらでございますけども、画面来たためます。よろしくお願いします。滑舌がめちゃんこ悪いでございますけども。お、すごい、でかいね。青鬼ちゃんめちゃくちゃでかいな。待て待て待て、え？レアスキン習得。待て待て、え？レアスキン習得って何？なんでこんなみんなレアスキン習得してる？待て待て待て、見てください、見てください。なんかめちゃくちゃみんなレアスキン習得してない？で、しかもなんか宝箱の、え、何この宝箱の気持ち悪さ？めちゃくちゃ多いほど気持ち悪い。こんな気持ち悪い？待て待て、待て、気持ち悪いほど変なところに宝箱あるね。すげえ、で、青鬼もバッタバタ倒れていってますね。ちょっと、不思議な光景ですね。はい、これでどんどんやっつけていきましょう。ほら、豆巻きたけしということでね。おー。ということで、これは昔出現したね、巨大ヒロシとかも出てくるのかな、それ楽しみですけども。全員が鬼ですね。ちょっと気持ち悪いですね。あんま言いたくないけどね。うん。お、すげえな。ちょっと、ちょっと混乱しそうですね。はい。でもですね、ほら、こんな感じで、ちゃんと、倒していきたいと思います。あ、ここら辺ボットの方ですね。
ちょっと倒していきましょうか。はい。でですね、ほら、豆巻いてますね、たけし。いいですね。お、シルバーって人もいますね。なるほど、こんな感じ。あ、待て待て待て、これ新青鬼じゃね、新青鬼というか、新しいやつでね、ほらね。すげえ、ミカ。ミカもいるんですね。これが新しい、やつですね。敵と言いますか、やつですね。はい。すごい。これが豆巻きミカっつやつか。で、タクロウも出現するらしいですね。はい。なのでですね、どんどん見ていきたいと思います。あ、ここら辺に青鬼溜まってるね。ちょっとここら辺もお掃除していきたいと思います。ちょっとどんどんいい感じなんだけど、待て待て。人数見てください。すげえ、70人いけた。いつもだったらさ、全然いけないのよ。やべ、ここだ。オッケー。あ、ワンチャンある。待ってね。あのね、80人行ったことないんすよ。あ、ごめん。ちょっとアリアスキー持ってるから、この人は行かせてあげたい。ちょっと待ってね。やべ。は、お願い、行けて。お願い。リアスキー持ってる方はいると思うんで。はい。こうして、待て、あと4人。7。あと3人、待て。あと3人だけやっつけさせて、お願い。これで。やべ、お願い。神様、お願い。頼む。お願い。ちょ、お願い。頼む。あと3人。あと3ピーポー、お願い。あと2ピーポー。すまぬ。あ、タクロもいる。タクロも豆巻いてる。さすがタクロ。あと1人、やめて。お願い。あと1人なんです。お願いします。これはもう僕の餌にさせてください。お願いします。はい、私はあなたをやっつけたいです。お願いします。あと1人、お願いやっつけさせて。よし。タクロとミカがうまいこと誘導してくれてるから、これで私がいけるじゃないですか。お願い来て。ワンピーポー。お願い、あと1人で80人くんねん。初めての80人。ということで、あと1人お願い。あ、ごめん、ちょっとレアスキンとか関係ないかも。ごめん。お願い頼むから、これね、ちょっとあと1人ということで頑張って狙っていきたいですね。あ、今かな。よっしゃ、来た。80人ぴったりじゃない。よっしゃー、1人ゲット、パワー。じゃあ青鬼の方確認していきましょうか。お、すごい、ほら見てください。豆まきミカと豆まきタクロウということで、星さんですね。あれ、さっき見たときさ、青鬼って書いてなかった？あれ、レア青鬼なのかな？ね。レア鬼なんでしょうか？まあですね、星さんってことで、かっこいいね、これね。で、もうちょっとですね、100サバやっていきたいと思います。よし、やっていきましょう。お、結構でかいですね。そしてなんか意味のわかんない位置にね、レインボープレートね、貼ってありますけども。よし、やっていきましょう。何ですか、これ。ちょっといい感じで隠されてますけども。まあ やっていきましょう。でですね、さっきの試合見たらですね、変なところに宝箱が置いてあったり、あ、ここになんか宝箱ね、なんでしょう、ちょっとマップも変わってるのかなね、だったりとかですね。あ、でもちょっと妖怪マップ感ありますけども。どこだ、青鬼じゃないわ。あ、いたヒロシいますね、ここにいますね。ということで、はい、ちょっとマップはこの妖怪シーズンのままですね。はい。ほら、見て、応募ユーザーさんが結構みんなさ、レアスキン習得してる。何これ、レアスキン習得率バカ上がり中なのかな。で、え、あれ、宝箱、あ、なんか変なとこにあるね。すごい。で、なんかよくわからない地面が話しておりますけども。オッケー。何なんでしょう、これ何なんでしょう。ちょっと、宝箱からね、いろんなものをゲットしていきましょうか。はい、1-0ポン、来るかな、動、やばい、同速、2-1-0ポン、今の早かった。あー、やばい、上には上がいるね。ちょっと宝箱取りまくりましょうか。早くないっすか。 OK、 今のはいいんじゃない。みんな早すぎません。まあいいや、危ない、びっくりした、青に来たかと思った。でですね、この通常サイズよりもでかいですよね。はい、あ、危ない、はい、通常サイズよりもなんかね、青にでかいということで、これはすごい嬉しいですよね。1-0パン、今のは取ったんじゃない、よっしゃー。で、バッタバタ倒れておりますけども、ここら辺はまだ青ギリセーフなのかな。で、最終地点はこの辺になるでしょう。で、3体目の青にも見ることができるんじゃないかなと思っておりますけども。おたけし来たね。
で、巨大ヒロシとか出てくんの待ってな。よっしゃ、レアスキンゲットした。なるほど。こういうレアスキンなんだね、ゲットしたの。よっしゃ。ゴリラとか服装とか、あ、服装じゃねえわ。フクロウとかそういう感じじゃなくてですね。不方位磁石みたいな感じで。OK です。やべ、3日。あ、なんか死んだ。じゃあですね、ちょっとスキン変えていきましょうか。さっきのね、やつでレアスキンはゲット できるチャンスはあったんですけども、ゲットすることはできませんでした。はい、残念なのでですね、ちょっともう一試合100人サバイバルやって、青にぎ5、青に人狼とやって終わっていきたいと思います。どのスキン使っていこうかなと。じゃあ、これ使っていきましょうか。剣闘士だかな？何なんでしょうか。中国の施設に見えますけども、やっていきましょう。お、青鬼カスなんですけどな、待って、ちょうちん青になってない？まあいいや、やっていきましょう。ゴーをやっていきましょう。こっちの方には宝もないっぽいね。結構中心に集まってる感じなんでしょうか。まあとりあえずですね、ひたすら、お、なんか倒れてる人いる。こう青鬼、もうめっちゃ回転しまくらないんですけども、一応閉じ込めるだけは閉じ込めていきたいと思います。待ってください、青鬼同士仲間がいます。これバグなのかな。ね、わかんないんですけども、普通ならヒロシとかが出てくるはずなのに、今回は超知能鬼が出てきますね。面白いな、それはそれで。はい、ポンポンポン、オッケー。ちょっと私をターゲットにしてない？待ってね。ということで、ペットも変な位置にあるね、これ。よしよし。オッケー。で、あともう一個、あともう一個どこや？あともう一個はどこだ？待って、やばいやばい。あと13秒、10。あった、ここだ。多分、ボットの方が結構いらっしゃるということで。やべ。怒ってる。調子青に怒ってる。ちょっと待って。楽にさせてあげるから待て。やべ、ミスターマも。よっしゃ、よかった。違って。というわけで、決めていきましょうか。で、ちょうちん鬼もおりますけども、あなたは中身ですね。はい、ということで、何人もの方も結構レアスキン持ってらっしゃいますよね。レアスキンプリーズでございますけども、どこだ？危ない。非常に危なかった。どこだ？宝箱がなんか、あ、ここだ。ここにたくさん宝箱が集合してるんですね。レアスキンプリーズ。お、来た。噂をすれば早速やばい、いっちゃう。オッケー、危ねえ。お、またレアスキン取得。待って、これはちょっと青逃げしたい。お願いします。はい、結構これ青逃げしないとゲットできないっていうね、すごいことになっておりますからね。ちょっと頑張っていきたいと思います。結構難しいしてるんですよね、これね。で、ヒロシいないよね。オッケー。危ねえ。ヒロシいた、危なかった。はい、で、3体の、あ、人間って書いてある。見て、ほら、人間が出現しましたって書いてある。ほら、すげえ。なるほど、星とか関係ないな。すげえ、人間が出現しました。表現方法独特でございますね。よっしゃ、面白いな。人間が出現しました。なるほどね、青色で書かれるから青色かと思ったけど、人間っぽいですね。はい、ではですね、待ってね、何ですか？あー、消えちゃった。さっきキラキラ光ってたから、ちょっと多分無視しちゃったんですけど、さすがに。で、やっべ。ちょっとね。やべ、これは早くないですか？ちょっと。あー、しまったよし、青逃げ5やっていきましょう。ゴーということで、青逃げ5も100人サバイバルと同様ですね、青鬼になってしまいましたね。これはすごいですね。はい、ということで、青鬼をね、いつもよりよりでかく見ることができます。ありがとうございます。で、このステージはですね、人間がもうほぼ同時に2体くらい出てくるので、こんくらい、ここ
いいよ、ここにいよう。そうすると多分襲ってこないんで、あんまり、あ、やばい、来た来た来た、人影が見えましたね。これちょっとね、接触します。やべやべ、この方がちょっと賢いですね。よし、逃してくれました、ありがとうございます。 OK、 じゃあバルブを解除してですね、やっていきましょう。もう4個早い、待って、今回早いですね。ちょっとこれやっていきましょうか。で、あ、ここですね、なるほどなるほど。で、あなたは仲間ですね、 OK です。で、この追いかけてきているこのチャパスの子は敵ですね、 OK です。もう4個なんで、で、天使フワッティがここら辺出てくるんでしょ。天使ファッティじゃねえわ、間違えました、人間ね。ピーポーがここら辺に出てくると思うので、よし、どこだ天使ファッティは。天使ファッティじゃねえわ、3体の人間ですね。それも頑張って探していきたいんですけども、来た、6個いけた。これはタクロウさん見逃してほしいな。タクロウさんお願いしますよ、これ。ちょっと待って、よし、じゃあ全部やることにしました。待って、タクロウさんが許してくれてる、ありがとう。じゃあということで、じゃあ脱出していきたいと思います。来た来た来た、なんかいろいろ来たから、脱出します。おみかもいいんじゃん、この3組なんだ。アルファ、よし、じゃあですね、最後は青鬼珍狼をやって終わっていきたいと思います。お、青鬼人狼も全員が青になってますね。お、青になった。すげえ。よし、青に行きましたね。ありがとうございます。ではですね、青鬼が青鬼に変身したらどうなるんでしょうか。ちょっと気になるので、これやっていきたいと思います。よろしくお願いします。でですね、今回のね、メンバーはですね、結構ガチプレイヤーというか、結構皆さん、プロというか、レベルの方が高いんですよ、皆さんね。なので、油断全くせずにやっていきたいと思います。で、応募ユーザーさん、この方結構レベル高いんですよね。はい、やっていきましょう。でもですね、1個目はですね、決してですね、はい、もうレベル、1個目はもう青に変身できないので、はい、ほら、こんな感じでさ、もう任せてんのよ。なので、ほらほらほら、ちょっと疑ってる私を、ちょっと青に疑っておりますけれどもですね、こんな感じで、もう1個目はでも解除せざるを得ないのよ。はい、なんでちょっと初心者っぽくですね、解除していきたいと思います。 OK、 よしよしよし、これ全部外していきたいと思います。ちょっと疑われそう、なんか1票くらいは入れてそうですね。まあいいや、でもですね、1票くらいなら何にもならないので、 OK、 じゃあちょっとこっち回りましょうか。待って、こっちで、やべやべ、どうしよう、どこ行こう、まあいいや、ここで行こう。ちょっと疑われそうなんで、いろんな人に疑われまくってるんで、ちょっとこうやっていきましょう。で、変身したらどうなるのかな、気になるね。どうなるんでしょうか。でもまだバルム2個しか解除されてない。あ、3個来た。ということで、まあまだ3個なんでいけるでしょう。はい、なんでここでもう開発しまくっていきます。やべ、ミスった、成功しちゃいましたね。まあ気をつけてやっていきます。はい、こっちですね。でも、もうあと4分の3もないですからね。なんで結構時間の過ぎるものは早いということでですね、やっていきましょう。もう4個か、半分きた。やべやべ、あ、やべ、応募ユーザーがちょっと私を疑ってますね。ほらほらほら、疑ってるということで、ちょっとですね、オッケー、こんな感じで外しまくりましょう。はい、これで、よし、みんな来た、いろいろ来たよ、みんな、オールスターズじゃないこれ、すげえ。ということで、ひろしさんとかが疑いまくってますけどもですね、よしよし、ハートさんもこっち来てるよ、追われています。おっ、やべ、めっちゃ疑うやん、プロですね。やべ、あ、こっちが青鬼なんだ。いやー、死んだな。でも青鬼が青鬼に変身するとこうなるんですね。はい、もうこれもう僕は脱落確定でございますけども、まあいいや、うん、もういいや、もういいや、うん、落ちちゃうんで、これもうバレたからにはまあいいわさ、投票されてしまうんですけどもですね、もう最後まで頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もうちょっと裏切ってしまって、もうどうせ脱落してしまうので、協力していきましょう。やっぱりね、
はい、ということで今回ですね、こちら青鬼オンラインやってみましたけどもですね、ほら、こんな感じですね、新青鬼ですね、この豆まき拓郎と豆まきミカに出会うことができました。ありがとうございます。いやーすごい、これ豆まき一として豆まき先生、豆まき校長とかね、豆まき謎の男とか来るんでしょうかね。ちょっと楽しみですね。来年も楽しみにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。まとめてもらう。イエーイ。